地震が起きましてまあその後にまにそれに伴って福島第一原子力発電所の大きな事故が起きましてまあ今もちょっとよだれもよさない状況が依然続いてるんですけどまあそこでだからまさにその3月3日に話していたようなエネルギー問題でがに我々は直面しているわけですよね。そそれであののの時にあのゲスト飯田成さんがあの、まあま 原発っていうのはハ,ハードランディングじゃなくてソフトランディングで着地させなきゃだめなんだっていうことをおっしゃってたんですけどもそれ、うんまあ、が、あのー、恐ろしいことにハードランディングが起きてしまってしかもまだ、まあはい、ランディングしてない状態ですからねそハードな状況が今起こってしまってうん、うん、じゃあこれがどうするのかっていうことで、まあ、その後三3月28日やっぱり。 あれまあ、予言ではないんですけどね予言的な内容みたいな感じで深澤さんもおっしゃってましたけどで,、ね、でも、むしろ僕が思うのはそういういつ送ってもおかしくなかった状況だったような気がするんですよね。それでその、まあ、3月28日に、うん、再放送もしまして、はい、結構な反響をいただいたんで、はい、まあその続編ということでちょっと今回も、はいいろろ悩みましたけどね,そうですね今の中で何が話せるのかっていうのもなかなか難しい問題なんですけど。まあ、うん ねそれでささ坂口さんご自身の感じだとまあ地震発生原子力発電所事故の後にあなたは大層パニックになりましてもう完全に僕の家にも1日10回以上電話かかって泣きながら電話かかってきてそれでまず関西に逃げてそのあと元老人発の九州まで逃げるという。 <laughs> そして移住を決めるという <laughs> 言論じゃない、はい、そうですね、僕は、えーと,まあ、もうとりあえず放射もう爆発したら放射性物質だって思ってたんで、ずっとそれでもだ11日、12日ですよね、水素爆発して、あれで、えー、ともうその日からもう夜寝ずに、とりあえずもう調べてました、大気中、早、は、く、い、これ待大気中と。うん でそしたら世田谷区待機中が15日に、えー、と要素とセシブが確認された瞬間に<ー>子供と嫁さん新幹線乗ってとりあえず大阪行けってって <laughs> 行かせたんですよねはい、はい、それであの僕はあの名古屋であの、えーとまあ、仕事があって、うん、名古屋に行ってて2日ぐらいすぐ過ぎて、うん、で僕もまあ戻ろうかなと思ったわけですよ、うん、モバイルハウスこの,このドビューンでも行ったばっかりだしやったばっかりだしまあどうかなと思ったんだけど、うん、もう。 行こうとで大阪に行きましていろいろ引き連れて行ったんですよ、うん、もう13人ぐらい結局妹の家にいて、うん、でもなんか箱舟みたいになっちゃった <laughs> これ大丈夫かなと思って俺 <laughs> そしたら周りのテンションと全然違いすぎてもう,もう何を考えてるのみたいな「これ、うん、バカじゃないの?」みたいな感じだったででも俺はもうとりあえずじゃあなんか知らないけどこう、まあ、本能的に動いたんですよね、うん、だからもうもう,もう行くぞみたいな感じで。 大阪で逃逃げげてて妹の家まずでもみんな途中でやっぱ現実に戻るんですよ。いやでも学校娘学校があるしそのちょっと教育の言ってることも分かるんだけど帰りますっつって帰るなとか言いながら帰っっていたんですよね僕の姪っ子とか僕の奥さんのお母さんとかも帰っていってうちら家族3人残って「どうすっか?」みたいな。いや 九州行くしかないでしょみたいな感じでちなみに熊本が地元で僕地元なんですよ地元が熊本なんで実家の熊本そしたらもうんていうかうちの家族は俺っていうのはやっぱ近くにいると完全にこういうほらもう超圧迫系なんでやっぱ家族的にはパニックになるわけですよ僕が入るといろいろ分かるけど地震とか原発問題も分かるけどうちの母ちゃんとしてはもうお前が一番危ないみたいな感じなんで 来るなみたいな感じだったんですよ。あな,たあなたの頭がメルトダウンしてるらで言わらそ,それ言えない状態でほ本当に言われちゃったんですけどでもそれでもうこれもう帰ってくるよって言っても結局家帰って、うん、でもやっぱ実家帰ってもなんかうちの母ちゃんは泣いてんすよ、うん、なんであなたはなんかこう国に立てつくのって言われて、うん、その東電とか言わない東電って何みたいな感じでそなんか東電って呼び捨てしてること自体にーーなんかすごいなんかこう、はい、家族は「いや ニュースは大丈夫だって言ってるじゃんって言い続けるんですよでもまだ俺わかんないんだよってそれは間違いじゃないかもしれないけどその途中で直ちに入れるのとかすごい気になるしじゃあもう個人の判断でやるんだけどって言ったらもう,うもうちょっとここにいてもらったら私が発狂するみたいな話になっちゃって <laughs> それでじゃあしょうがないからって言ってボート歩いてたんですよそしたらたまたまその川がありまして熊本城のお堀の横に川が流れてて、はい、そこになんかこう なんか一軒千と千尋の,あの湯屋みたいな建物があったんですよボロボロの、うん、でそこに行ったら手前が夏目漱石の宮廷でなんかいい感じなわけですよ、うん、で横が小泉薬もゆかりの地で、うん、でなんかこう入っていって見たら入り口が8 0ンチぐらいしかないんですよ、うん、でそこ入るとむっちゃ広がってまあ広大な庭があるんです200平米の庭があってで2階建ての築80年の建物があって、うん、で そこを、まあ、市街地から徒歩3分ぐらいで、うん、あじゃあもうここをじゃあもう新天地として <laughs> もう俺はもう人生全部チェンジしますと思ってもう契約したんですよ、ね、もう契約してしてかもなんか徒歩3分なんですごい一等地なんだけど、うん、電話したらなんかそこ入り口が8 0ンチなんで建築基準法的にむあの新築が建てられないんですよ。うん 鉄道部分が2メー,ター以上ないと新築建てられないという決まりがあってそれでだからもう捨てられた土地らしくてもうここはもう一生誰も触らないみたいなだからもう一等地なんですけど620万でいいよみたいな,なんかこうなんか普通のなんかこう,なんうんですかねこう普通の物件を買うようなテンションじゃなかったですよ六620万でいいよっつって620万はさすがにないんだけどまあローンでやったら月 3, 3万ぐらいなんであいいかなと思ってじゃあ買おうかなと思ったら。 一回、賃貸にお願いしてみようと思って、じゃあ、むちゃくちゃ改造してもいいから賃貸でいいって言ったら、月3万円でいいって言ったんで、月3万円の賃貸で住むこと、あるいはそこも僕のんか年の差幸だなと思ったんですけど、一等地なんだけど、捨てられてたと。それで熊本を今後拠点にされて、今は別荘として、別荘何億円前回ですかね、やりました、モバイルハウス、駐車場に置いてあるのを。 はえー、と東京で暮らしつつ、うんでまあ、基本的には熊本で、まあ、子育てはするっていう感じとまあ現実が動いているのにかなり翻弄されて、はい、坂口さんも,も,うほんもう一番翻弄されたぐらい動いちゃって <laughs> 動きまってるわけですけど<笑>ま、笑い事じゃないんですけど、まあ、それで,、まあそのねあれでも、ツイッターとかでもそのいわゆる疎開論,論争みたいなのもあ,あ,<ー>あったりとかね、<ー>いろいろ。でも佐 あとでその話になるとは思いますけど、東京の人たち、まあ、いわゆる原発からまあ何百キロ、300キロぐらい離れている人たちもみんな退避した方がいいっていう考え方なんですよねまあ僕はでもあのチェルノブイリの,あの半径しか見てないんですよ、350キロ、ね。そ、うん、れを見て、それでもう300キロ以上に一応、できるだけ動いたほうがいい、まあ、もちろんまずは福島原発周辺ですよ、まあまあ、そっから動いていかなきゃいけないんで、僕はもう、多分だからもう、 まあこれ話しても多分おかしい人としか思われないんですけど、はい、やっぱりもうとにかく計画停電なんかしてる場合じゃないって言って、うん、その僕は NHK と民主党のある議員の秘書の人にもうとにかく電話してたんですよもう午前2時ぐらいですかそれもうバカじゃないかと多分僕は思ったんですけど、はい、とにかく計画停電じゃなくて計画輸送しなきゃだめだって、うん、それ輸送してとにかくその福島の周焉から1 0キロ以内からもうその自衛隊 とかにちゃんとジープとかトラックとかを使ってもう移動させようよってだある程度そのパニックな状態をもたらさないと多分ダメだからっていうのをなぜか俺政治家みたいになっちゃって途中で自分の中でねうん、うん、その指示ですジャック・バンバーじゃないのになんかもう指示みたいな指示っていうか勝手に言っ,ってだけでしょそうで,で一切受け入れられず、うん、その 放射性物質のことも一切言っってなかったんでですよニュースそれに対してもやっぱりそのことを説明しないとだめなんじゃないかっていうのは、うん、まあ直訴してたんですけどまあそれももうあのばもちろん俺が番組に出て言いたいって言ってももちろん出れるわけもなく、うん、まあだけどどうにかして情報は伝えてほしいっていうのは言いつつまあもうほぼ無力感のまま西へ行ったわけですよなるほどなるほどうそういう感じです。 まあ思考実験というか実験に振り回されて生きてるようなところがあるのでそ,のそれはそのスタンスを一貫してるなと思うんですけどまあそれをもうちょっとあの冷静な方々に今回話を聞いてその考えが妥当なのかそういろういろだからみんな僕のところにもすごいメール来てた不安だっていうのはでも周り見ると不安そうじゃないからどうなのかなとかいうのがあったのでまあそういう素朴な疑問からあの答えていて。 いくような、はい、だから今回もツイッターでまたね前回みたいにいろいろ質問とかも,、はい、もあのぜひぜひ送っていただけたらそれで見てみようかなと思いますのでじゃあ,じゃあま,まず一人目のゲストをお呼びしましょうか、はい、えと前回に引き続き ISAP 環境エネルギー政策研究所の飯田哲則さんをお迎えしようと思いますよろししくお願いします。 飯、えー、田さんは原発の事故以降いろいろメ,メディアにも出られるようにもなって昨日もニコ生でちょうど原子力村でやっていてかなり興味深い内容で拝見させていただきましたけどそうですね、えっと、まずこの今の原発事故の現状みたいのから伺っていこうかなと思うんですけどえ、えー、っとそうです、ねあのど、ー、も。いち 大丈夫一,番一番最初の,あの本当に坂口さんが心配された頃の一番最初の何が起きるかわからないという、まあ、あのその状況は少なくとも、まあ、あの何が起きるかわからないというのは実は同じは同じなんですけども、えー、でも何が起きるかはある程度予想ができるようになった点では、まあ、一歩前進かなと思いますけども。ああ やってること自身は、えーとまあ、私は3つの言葉でいつも整理してるんですけど、はい、そ,の場その場しのぎ、後手後手泥縄とこれまでまさにそれでずっとやっていますね。うんうん、でしかもそのその場しのぎで後手後手で泥縄でやって出てきた結果がより。 その事態を悪化させているのでそれをまたその場しのぎ後手後手でやるとまた事態が悪化するというそういうのの繰り返しですねでまあようやくこの1週間もうちょっと前かなあのアメリカの DOE がまあ、はい、かなりえ中に入ってえそれからアメリカのエネルギー省ですね、はい、20人ぐらい、うん、それからえとアメリカの NRC、はい え原子力規制委員会、はい、まあ委員長も2回ぐらい来ましたしでまああの彼らがまあいくつかアドバイスをするような形でチーム編成が徐々にできてきてまあ少し先のことを考えた対応を取る雰囲気にはなってきていますけどまだ全体としてはあの後手後手に回っている状況がまずあるという感じですねで。具体的にはあのー えっとまあ、今でもとにかくまだ完全な機器を出していないですね、はい、1、2、3、5機どれ、えーおとと、どれを取っても、えーまあ、まず実際には炉心用意をしていると思います、ますでにですね、はい、でそれはあの日,本日本のまいで日本の研究者、技術者は予測でしか言えなかったんですけれども、えー、っと私、ツイッターで流しましたけど、その アメリカのスティーブン・チューという DOE 長官がニューヨーク・タイムズに語ったところによるとそのアメリカの DOE はそのセーフティーコードというそのえ中から出てくる各種とかですねえそういったものから 中の状況がどんなふうになっているとをシミュレーションできるソフトを彼らは持っていて日本は持っていないんですあそういったものから大体70%ぐらい余裕しているとかですねそういうことを推測しているということがアメリカから逆に伝わってくる東京電力も6日に1号機が割燃料棒が7割はだかられているということをもらった情報みたいな感じですよね。で あありがとうそれと同時に、まあ、スティーブ・チューが言ってたのは日本,日本人は何も分かってなさそうだということも言ってましたからねそれがまたあの私が原子力村で日本の原子力村というのは東映、うん、渦ずさ英語村なんだということを、まあ、裏付けている一つですけども、うんまあ、そういう状況があるという僕も普通に考えたら、はいええ、あそこ、とんでもない放射線量ななわけじゃないでですすか今そう、ええ、だから普通に考えて近づけないというのは分かるわけですよ。 だから、何も多分分かってないとしか思えないのは。なんかこう、一般常識的に考えても、わかわかるですよね。えー、だから。あの、なん、なんていうかね、こう。誰もいないですよね、そこには、今、現状。そうそう、あの。 ようやくあれいつのことです日付は忘れたけどその外部電源が復旧しそうだって、一瞬、明るい光がこう日本中をさしたような感じがして、はいはい、で私はなんかそんなもんで全然だめだろうと思ったんですけど、でもそれで近づこうとしたら、水が漏れていると、うんはいで、それはすごい放射線が出ているから被爆、被ばく、放射線というか、中がさらに放,放射性物質でぐちゃぐちゃに汚染しているわけだから、近づけない、作業員も被爆したと。うん でまずじゃあそれを処理しないと、えー